美味しいよね。ああ、そうだね。あ、ごめん、めっちゃ切れた。ちょっと温めて、何で優しい、なんか色が牛革みたいな、うん、エミスっていうところがいい、うん、やった、ブリオーシャ出た、出たね、よかった。毎回外にさ遠征行くときとかさ、こうやって一人でこうやってやってます。いや、まあまあまあ。紅白前のね、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ようこそ、ようこそ、みんなも、バイバイ、はい、そうだよ多分、うん、その普通の雪色男の子に比べてもでかい、めちゃくちゃでかい、めちゃくちゃでかいです。足も28か28か、あ、うわかごっついわ、横が広い、コンバスみたいな、比べてみる、いやすごいね、全然違うね、うわでっけちょっと、いや、まあ、俺はちっちゃいからね、これだよ、いやいやあ、見ちゃって、そんなことない、私アイちゃんよりはちょっとでかいよ。みんなうまい。やばい。なんか、あれできる。やっぱそこだから、ね。見た目で覚えとるからでしょ。だから暗くなって見えなくなると分からなくなるってことだよね。そうそう。なかなかできない。できるかっつって。なおできない。それは得意不得意分かれると思う。無理だろ。それは。おー、すげえ。あ、いやー、そんな書けなかった。すげー、これ見てー、これ見てー、これみたいな。お疲れ様でした。全然書けへんかった。これ3分の絵じゃないよね。すごくね、これもちょっと今日会えるって分かってたから内緒にしてたんだけど、どうぞどうぞ。開けてみましょうか。ちょっと開けてみようか。はい。さあ、何ですか、それは。裏返してみて。塗り？可愛くて、おしゃれな女の子の絵がいっぱい描けるおもちゃ。です。何それ。あの、トレースライって言って、あの、台が光って写し絵ができる。うん、これ漫画家とかもよく使ってるんですよ。うん、めっちゃ可愛い。うん、それぜひやってみて。それ多分ね。やってみたい。うん、楽しいよ、それ多分。いろんなパターンで。あれやん、漫画家やん。欲しくなって私大人用のやつ買ったもん、この後。
みんなのこといいねとか可愛いねとか言えて褒めれて偉いね。最近保育園でも褒めてんだよ。褒めてる。あ、褒めてんの、うん、いいとこ見つけ上手だね。褒めてるね、うん